はい、よ。えー、っと今日は6回目だよな。えー、で全然テキサスないだからそれにしてもお前らの出来が悪すぎる少し <laughs> 一体何なんだよとあったさてまあいいんですがはいまあ,あのそんなことブツブツしても始まらないすねでもまあね何してもほらか今模擬試験で成績優秀者になると名前が出ますとかなんかそうなんて言ってたじゃないですか名前載るんですか皆さんえでもあれってさ本名じゃなきゃいけないの今俺らほら本名で言ってる奴さんが誰もいなかったよねみんなこうそれぞれ怪しい名前でさそう <laughs> それが乗ると面白いでしょ <laughs> で模擬試験ってそういうのが楽しみだったんじゃない,いやこれサテライン流すとまずいのかなダメかなお俺昔よく受験生の時はあの,ウの「<笑><笑>ウルトラの父」って名前でいつも「ウルトラの父」って名前で受験してて、ね、そ1位「ウルトラの父」いなやったみたいな <laughs> 2位が「ウルトラマン太郎」いなざわみたいて <laughs> やってたんだけどさあれいけないのかね本名じゃないと。 よく知そういうくだらないことをしてるとまた後に四隅に怒られるからやめよう。でえっと13行目からだろう今日そうだなあから全部3まで終わったんでな。 でその次からだよしかしそれにしてもお前ら何も分かってないんじゃないかと思うようなすごいことする人いるんだけどさて皆さんこの文章最後までちゃんと分かってるんですか、えー、いきますよいい、えー、子供の頃に愛情を使ったやつがです、ねえー、大人になってから怪しげな依頼心を示したりだね人に対する共感を示したりするとかいう話でしたよだけどそういうやつは結局いいやつに見えるけど実はそれほどいいやつじゃないんだ、えー、何しろ、ね、その過剰な自己犠牲は行き過ぎると、えー、ただ迷惑なだけだという話でしたで13行目アイデンティフィケーション with other people can be so excessive that Who does it fails to have any separate identity of his own? So <laughs> でまあ、大体ねこの辺りから見てこの辺りを読んでてね言ってる内容が「ああこれは自分にも身に覚えがあると」と自分の周りにもこういうことがあったって覚えるかどうかでだいぶ理解が分かっ違ってると思うんだよね。で、えー「のはこれ、えー、それからこれ、えー、それからこれよ。で「接続詞関係詞」は「ふ」そんでもってざっと。で「施設」はこれだよね。で B 動詞で 主語はもちろん identification with other people これはの意味わかってるよね他人に共感すること他人の意見に賛成すること、ね、人に自分を合わせることでしょねいいまあた他人と一つになろうとすることだよ。でそれが CanBe So Excessive が保護でまあエクセ e s ス ive は知ってるんで一応行き過ぎって意味だよ。まあさすがにこのぐらいは知って,てるで,で行でき過ぎることがあるって言うんでしょで、ね、それやったらそのやりすぎると度が過ぎるとその人には迷惑だって言うんだけど行き過ぎる。 で、そしてまあ文系は終わっていて、いで、こと説があと、まあ、で詳しくやるけど後ろは完全なんで、えー、当然このザットは接続詞ねえで接続詞のザットでしかも M であるで M になる接続詞のザットといったら同格のザットかあるいは副詞説で,で前にね事実、えー、考え言葉って意味の名詞はないので、えー、当然こいつは副詞説つまりそうト公文ねでまああのこの手の話ってさ本当はさっさと割愛していきたいところだから、えー、ちゃんと言っておかないといけないんだな まあ、まあ何やってるとそのソーダット公文に関してやってたっけ覚えてないですか、えー、ソーダット公文というのはまず成立するためにここが M で副詞である必要があるでここでちゃんと分かってるよねこの間雑説の整理をした時にさりげなくそう書いてあるんだがねっ でいやなんでそういうこと言うかって言ったら普通ほら東大クラスに行く学生がまさかそんなことと思うんだけどねでも君らの中には怪しげなやつが必ずいてね公文を勉強するのはパターン学習だと思ってるわけだよで,でわけで分かんないなんとか例文集とかなんとか例文何とか線とかそういう怪しげなやつ買ってきてねで,ねで別に本には何の罪もないので別に本の悪口言うつもりは私は全くないなでそれを強引に暗記しまくるわけだよでそうやってさでそうざっとこうってそうざっと古文そうざっとがあってそうざっと古文って で、やればやるほどできなくなってるやつがる。ね、それはこういう知識をちゃんと持たないまま。ただ単に、ね、そうとざっとがあったら、そうざっとこうってやったら。それは試験会に騙されるようになるだけじゃない。ね。だって、まあ、前にも書いたかもしれないけど。えー、こういう文作ることは簡単なもの。えー、こんな。 でこれなんか確かに「そう」と「ざっと」があるからさ、ね、タコは食いついてくるんだよ「そうざっと」公文だって。でだけど冷静に見てみるとそうじゃないことすぐ分かるわけで、えー、動詞はこうやって2つで接続詞関係詞が1個で「ざっと」ね、でこれは SVC 整理してるからこれ後ろ「完全な分、えー」したがって「ざっと」は「接続詞」でだからって言って「そうざっと」公文かというと、えー、実は肝心なのは「believe」っていう動詞施えー、こいつは他動詞だよね でそうすると何を信じてるかっていうのは必要なんだがえ実はこのファーミリーの部分は福祉なんでえこいつは明らかに目的語にはなれないで。するとあなたがいくら嫌だって言ってもこれが目的語なわけでしょねつまりこいつは名詞節なわけだよ。で名詞節の雑踏は事実考える言葉っていう意味であってねそう雑踏公文とは何の関係もないよね。 でこの事実を信じてるわけよ教育は重要だということを信じてるわけね固く信じているだけだよねそうでしょでしかもいいかいこういう問題は問題作る側から見るとさいくらでも難しくすることができるんだよでなんでどうやればいいかというとさこのビリーブとザットの間をどんどん話すことができるのよやろうと思えばいくらでもできるよ例えばなんか適当な全地達名称をこういう本と放り込むでしょでその全地達名称の後に関係者出すでしょガーッと書くわけでついでにで関係説をもう一個出すでしょ そうするとあっという間にビリーブと雑たやつが3行離れましたって話になるわけそんな問題を作ることは楽勝なわけだよねだから単純にねある現象に対して条件反射や筋肉反射で反応するんじゃなくてちゃんと条件使われついてる不退条件はちゃんと頭の中に入れて行動する必要があるとそれからもう一つーうット構文はいつも言うんだが程度の構文だよこれは程度なんだつまり正しい訳は S v するほど でなんとでいいか君らの中には「えとてもなんとかだから SV じゃないのか」っていう人あのねそうななっっててもいい時があるだだけなんだよそれはそういうふうにしても結果としてそんなに変わらないから OK だという場合があるのであって正しい知識はこちらだ。でこれを持った上でそのコントロール界においてとてもなんとかだから SV を作っていくなら構わないがそうとざっと見たらとてもなんとかだから SV ってやるのはえそりゃ最悪の判断だよ。なっ でなんでかっていうとまたこれまたほら試験問題作ることができるわけこれお前と一緒に書いてるんだけどさ例えばこんな問題 <laughs> これどっち選ぶのかって問題出すわけよこれねそうするとそらほら今はね警戒モード380%ぐらいだろうからさ 普段と違う答えするかもしれないけどね何の警戒心もないところでこの問題出してほらお前どっち選ぶんだって言うとみんな来るんだよこっちにね。で何でって言うとだってその魚はそれほど新鮮ではないからあなたはそれを食べられないだからキャントなとか言うのねそれはあなたが勝手に語訳してその語訳についつまを合わせようと思ってやってるだけなんだよ。え正しいソざっと構文は程度の構文です。 そのフレッシュな程度についてどの程度フレッシュであるかを言ってるんですよ。でそれを考えてここにキャントルーくださいひどい分になっちゃいますよ。キャントルーとね食べられないほど新鮮あの食べられないほど新鮮な食い物ってないと思いませんああこれ新鮮だーだって食えないそんなことあるわけないんですよ。ね新鮮を説明するなら食べられる程度に新鮮しかないんですね。そうででししょだから当然こっちが正しいんです でもこれ言うと必ず何がくるんだよでも先生「NOT」って書いてありますよそうだろ書いてあるだろこの NOT はなこの後ろ全部を否定してるわけだよねっだからそうだと構文っていうのはここまでが理由でここからが結論って切ることはできない構文なんだよねいいだからこれ全部を否定してるから食べられる程度に新鮮ではないから結局食べられないっていう意味は出てくるわけよほ、ね、他にもあるんだぜ だってさ日本語で考えてもそうだよねなんとかするほどかんとかだってのは正しくてもとてもなんとかだからそうだっていうのを言うとおかしいことあるだろ例えばさ「いやーあいつの話おかしくてさ死ぬほど笑ったよこれは正しいよねいいしあいつの話がおかしくってあまりにも笑ったので死んだ死んだのかお前 <laughs> そんなはずはないだろうねだからちゃんと考えるんだよ、ね、中にはまあ、別にそうなっても構わないなっていう時もある だけどそれはあくまでも便宜であって正しいのはこの場合例えば人と一緒になっちゃう人に共感するそれが行き過ぎるどの程度まで行き過ぎるのかの説明になってんだよねしかもそれは人と共感する人と一体化することが行き過ぎるとどうなるかっていう話なんでしょそれがどの程度行き過ぎるのかって話をしているでそのことを意識した上でちょっとこれ見てよ。ね。で「ざっとい person 目的語はこいつだよね」 でえまあ、まずはとこう「ふ」と「パラソン」と「フェイルス・ツーの間に「ふ」「ダズ・イット」あるからこれをかけるもちろん「ダズ・イット」は代名詞とか代動詞なんでえ前の動詞を受けてるわけね前の何を受けてますかえっ違うよねこれを受けてるんですなんでですかこういうところでも中学校でやった大切なことがね出てくるんですよ「ドゥ」という動詞は「B」e 動詞の代わりはできません B 同士の代わりをするなら B です、ね、こっちは B 同士で書いてあるのでこっちではないですそれ以外に前に書いてある動作だったらこ,これでしょ名詞になってますから動,詞ですよ、ね、動作ですよねだからこの動作つまり相手に共感する人相手と一体化する人ねその人が「えー、どうなっちゃうの?」って言うと「フェイルス・トゥ・ハーブ」このフェイルについてはこの間も何か出てうなったっけねっ まずあのフェイルっていうとすぐ失敗っていう人そういうこと言ってると失敗するのはあなたよ、ね、動詞の意味は後ろの方から決まるフェイルは後ろにンがついていると何かに失敗する、OK、ところが後ろに不定詞がついているとこれは V しないできないって意味だね決して失敗という訳はしてはいけないことになってるまあ一種の否定語みたいに取ればいいってことになってるねでそこで今回もフェイルというハブは中心の動詞はハブ えー、フェイルツーについてはただの否定つまり持たなくなるんでねあれは持てなくなるんでね何をって言ったら A ニセプレートアイデンティティ何のために先週アイデンティファイル説明はあんなにしたね <laughs> ああやって説明していってて、ね、アイデンティティっていうのは現代文にもよく出てくるよねと自分は何者か自分はこういう人であるってことだよねとつまり自分らしさってのことだろうって話をしたよねだから自分らしさよ自分らしさを失っちゃうのね持たなくなっちゃうのいいかい 相手と一体化し相手に共感する人が自分らしさを失うぐらいに相手に共感することがあるって聞いてああこういうの覚えがあるって思わないこれってどこの学校でも必ず起こることだと思わないかな大体ほらクラスメートの中にはさあの必ずなてつうんだろうあの一種の人気者野郎っていうのがいるわけだよねそのクラスのなんかまとめ役になるようななんとなく周りに人が集まるやつがねでそういう人気者が一人いると必ず周りに数人腰ゃ着がつくんだね。 そ,そしてこの,その腰巾着がいつの間にかだんだんそいつと同じような振る舞いをするようになるんだよまず髪型が似てくるのね <laughs> 姿形が似てくるのね <laughs> 言うことが似てくるのね <laughs> あの私はあの迷惑なんですけどあまりあの腰巾着にくっつかれたくないんですがね、えー、たまに四隅にいると富田の真似してこのタコとか言い出すやつが出てくるらしいですねそれと一緒よつまりねだん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 自分らしさをなくして相手の真似をしてくるそれ必ず出てこないそういうの覚えないなんかそういう覚え ああ,あったたあった、ね、<laughs> 俺がそうだったかわいそうにでそれとも、ね、<laughs> ですねでいるでしょそういうのねでそういうことなんでああこういう話はありがちだなっていうふうに思えれば君はこの文章の中にある程度入れてるんだよ。ねだから俺いつも思うんだけどお前たち本当に文章を読んでるかここに書いてあることは君でも経験したことのある当たり前の現象なんだぜ。 でまあ、何人かの人が役をせに持ってきてくれる、ね、持ってきてくれること自体は素晴らしい勇気だと思うしすごいと思うけれどでも同時にこいつら本当にこの文章に書いてあることを実感し納得して読んでんだろうかと非常に思うね書いてあるのはみんな言葉の残骸よ、ね、こんな現象は一体何つう星で思って起こってんだと M78 星雲かと思っちゃうよこの地球で起こっているとは思えない事柄が書いてある だから実際にここに行ってることは誰でも毎日経験してることだよ。ね、よくある話じゃないこういうのってそしてこのよくある話が後で大きな影響を持ってくる前作発業。